ま、今回のね、桜井の出馬に対してもね、ぜひ協力をということでね、最後はちょっとですね、宣伝になりますけれども、確か昨日だったような気がしますけれども、特設サイトが正式に立ち上がりました。まあ、最初にね、告知した時は、バラバラのページで、ここがボランティアのページですよ、ここが制作のページですよってご紹介したと思うんですけれども、そうじゃなくて、あの、もう最初からね、 え、トップページがですね、え、特設ページになって、特設サイトになってるということで、応援する会に皆さんが参加していただければ、応援する会に行けば、いつでも桜井のね、あの素晴らしいこの写真が写ってますのでね。<laughs> いやね、あ、あの写真ですね。大変だったわけですからね、あれもね、もう眉毛とか描いて大変だったんですけれどもね。 えー、まあまあそういう感じでね、撮った写真なんですけどもね、えー、書いてる通りでございます。制作、それからボランティアの募集、で、あと献金ですね、えー。まあこういった形で皆さんにね、協力を求めております。まあぜひね、このね、えー、桜井のね、サイト、まあよかったら皆さんもね、ご覧になって、そして周りの人たちにもね、あの、ぜひ見てくれるようにですね、えー、頼んでくださいな。まあそのうちですけどもね、 そのうちに動画とかもね、貼り付けていく予定です。多分 YouTube の動画じゃないかなと思いますけれども、まあ桜井はこれまでこうやって皆さんにね、お話ししてる内容とかそういったものがこう上がってくると思います。いや桜井も出る限りにおいてはね、本気で目指しますよ、都知事を。